フェルディナンド・バンデビア・ヘーデン1870年の探検中に食事をとるヘーデンの探検隊員たち。フェルディナンド・バンデビア・ヘーデンはアメリカ合衆国の地質学者である。19世紀末にロッキー山脈の調査探検をしたことで知られる。マサチューセッツ州ウェストフィールドで生まれた。少年時代から自然や野外活動を好んだ。1850年に オーバリン大学を卒業し、1853年にオールバニー学カレッジを卒業した。オールバニーに住む地質学者のジェームズ・ホールに認められて、ネブラスカ地域の調査に参加し、ミークと地質学を学び、化石の収集を行った。その後も野外調査を続けるが、ホールから離れ、スミソニアン協会のスペンサー・フラトン・ベアードの支援を受け、1850年代は、 北部の水売川地域で様々な探検、最終調査を行った。1856年から1857年は、アメリカ陸軍の測量技師、ガバヌーア・ウォーレンのミシシッピ川より、西の地図作成のための調査隊に加わり、1860年には、アメリカ陸軍のレイノルズが率いたダコタ州などの調査に加わった。1861年からの南北戦争では、 北軍の軍医として従軍した。南北戦争後、平原は再び政府のためのネブラスカ州、西部巡州の地理的、地質学的調査を行い、1867年に地理地質調査局の地質学者に任じられた。南北戦争前から継続して、ロッキー山脈の調査探検をまず引き、1869年に、 ロッキー山脈の一部のフロントレンジンに沿って、デンバーとサンタフェへの探検を率いた。1870年には、政府から2万5000ドルの援助を受けて20人からなる、規模の大きな探検隊を率いた。スミソニアン博物館で、博物館標本の収集を行った主要なメンバーによる、新木会メガテリウムクラブのメンバーになった。1871年に、 ワイオミング州北西部のイエローストーン地域への最初の政府資金による探検調査隊を率いた。約50人の探検隊員には後に有名になる画家のトーマス・モランや探検家で写真家のウィリアム・ヘンリー・ジャクソンらも含まれていた。この調査結果、プレリミナリー、レポート・オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツ・ジョバロジェクル・サーベイ・オブ、モンタナ・アンド・ポーシャンズ・オブ・アゲイセント・テリトリス、ビーイング、 A5th Annual Report of Progress として公表され、イエローストーンが最初の国立公園と指定されるのに貢献した。1865年にペンシルベニア大学の地質学の教授に就任した。1873年にアメリカ考古学者協会の会員に選ばれ、1879年にロンドンの地質学会の外国人会員に選出された。 1879年に、米国地質調査所が設立された後、地質学者の一人として7年間、地質調査所で働いた。1887年12月22日に、フィラデルフィアで死亡した。イエローストーンのヘーデンダニなど多くの地名に、ヘーデンの名前が付けられた。サンナファス・レイディックス・ヘディーニやオリオリックス・ヘイデニーなどの動物の種が、ヘーデンに、懸命されている。 ヘイデンは植物の学名で命名者を示す場合にフェルギナンド・バンデビア・ヘイデンを示すのに使われる。ありがとうございます。